ようなものがいっぱい。そうなんだ、とっても楽しみ。ルビーもあなたにお腹いっぱい食べてほしくて、おすすめをいろいろ持ってきたんだ。喜んでもらえてよかった。これね、ルビーが一番好きなお店のスイートポテトなんだ。食べると幸せな気持ちになるから、あなたにも食べてほしいなって思って。うん、抹茶味とか黒ごま味とかもあるから、好きなものが見つかるといいな。ルビーが好きなのはね、これ。表面のカラメルがパリパリしててすっごく美味しいの。本当？ルビーも最初に食べた時そう思ったの。あなたも同じ気持ちになってくれてすっごく嬉しいな。うん、いただきます。口の中が幸せだよ。それはルビーも一緒だよ。あなたの笑顔を見るとほっぺたが自然と緩んじゃうもん。大好きな人の笑顔も食事のスパイスっていうのは本当だね。大好き？ルビーもあなたの美味しいスパイスに慣れてるんだね。じゃあ今度から美味しいものは二人でだね。秋といえばやっぱり食欲の秋だよね。秋は限定のスイーツもたくさん出るからとっても楽しみなの。秋になるとよく行くカフェにさつまいもやぶどうを使ったキラキラのケーキがケースに並ぶんだ。どのケーキも食べたくなっちゃうから、ルビーいつもケースの前で迷っちゃうの。迷ったらシェアしよう。